赤松良子8月24日隊は、日本の労働官僚、外交官、政治家。君党は朝日大受賞。財団法人日本ユニセフ協会会長。筆名は青、住優子。財ウルグアイ大使、文部大臣を歴任した。女性の政治参画拡大を目指す、市民団体、旧の会代表。労働省婦人局長時代。 男女雇用機会金等法制定の中核となった。細川森弘羽田勤務寮内閣で文部大臣を務めた。選択的夫婦別姓制度実現を目指す民法改正運動を行っているエムネットの呼びかけ人でもある。1929年8月24日、大阪市天皇区に赤松林作、朝香夫妻の次女として生まれる。父、赤松林作は、 黒田清輝に支持し、関西西洋画団の大家となった人物。弟子に佐伯雄造らがいる。赤松夫妻は二人とも再婚で、林作は千歳との間に、五つ岡爪がいた。良子が生まれた時、林作51歳、朝香40歳と、高齢出産であったため、出産は当時としては珍しく、大阪赤十字病院で行われた。林作は良子を溺愛し、 1934年に、良子という作品を描いている。1936年大阪市天王寺第五、尋常小学校に入学。1942年大阪府立、夕日が丘高等女学校に入学。終戦の混乱の中、1946年高等女学校を卒業し、神戸女学院専門学校に入学するが、廃門新順で休学を余儀なくされた。 1947年に上京し、津田塾専門学校英語学科に進学する。1950年3月同英文学科を卒業し、同年4月東京大学法学部政治学科に入学。在学中は、東洋政治思想史の丸山ゼミに所属。1953年に卒業。東大在学中、国家公務員六級試験に合格し、労働省に入省。 婦人少年局婦人科に配属される。11月に花見忠と結婚。マナ娘の自立を見届けたかのように父が死去。赤松が配属された婦人少年局には局長の藤田滝をはじめ、課長、田中住子、高橋信子、森山真由美らが所属していた。出産、育児に加え、仕事面でも男性キャリアと比較して昇進が遅いなど、 私服の時を過ごす。1958年入賞5年目にして、埼玉労働基準局に転任。1960年、本省に戻り職業安定局労働市場調査課、勤務。1963年、国際連合フェローシップ試験に合格し渡米する。帰国後、婦人少年局婦人労働課課長補佐となる。1966年青、杉優子の筆明で、 住友セメント事件に関する論文を発表。1968年群馬労働基準局、労災課長を経て、本省婦人労働課長補佐、婦人課長、婦人労働課長歴任。婦人労働課長時代、勤労婦人福祉法律案に際し、育児休業制度を盛り込む。1975年、女性で初めて山梨労働基準局長に就任。 1979年、国連日本政府代表部講師に任命される。国連講師として女子差別撤廃条約に賛成の投票を行う。同条約に署名したことで日本は国内法整備が課題となった。1982年、労働省婦人少年局長に就任し、男女雇用機会禁等法の立案にあたる。翌1983年労働省の 組織改編に伴い、初代婦人局長に就任。1985年男女雇用機会均等法が制定される。1986年中ウルグアイ大使に任命される。1989年に帰国し、女性職業財団会長、国際女性の地域協会会長、文教女子大学教授などの職を務める。この間、官暦を前に協議離婚。 1989年、朝日新聞に設置されたばかりのオンブズマンに就任。犯罪報道における容疑者、被害者の顔写真の扱いを慎重にするべきだなどの見解を示した。1993年、細川内閣の文部大臣に就任。非自民連立政権にあって、文教行政に関して非政治性。 非宗教制が強く求められたことや女性、民間人の積極投与の目的で赤松に白羽の矢が立った。文章に就任した早々、高校野球における丸刈りの強制に反対したり、甲子園のベンチに女子マネージャーが入れないのはおかしいとの意見を述べたりした。また、公務員の結婚後の通称使用、教科書検定の公開、 国立大学施設費の予算増額などを検討した。1994年、細川内閣の総辞職後に発足した羽田内閣にも止まったが、これは2ヶ月余りで瓦解したため、赤松も文章を退任した。なお、男子中学生に対する丸刈り強制問題に関して、丸刈りは戦争中の兵隊を思い出しぞっとすると発言し、後に撤回した。しかし、 この発言をきっかけとして、日本各地で丸刈り高速見直しの動きが加速されることとなった。また、女子マネージャー甲子園のベンチの件は、辞任後の96年夏、東区高校の女子マネージャーが初のベンチ入りを果たした。2003年11月3日、大木千景と共に女性として、初の朝日大受賞を受賞した。国際女性の地位協会10周年を記念して、 赤松良子賞が設けられた。ありがとうございます。